皆さんこんにちは。大沢チャンネル、本日は大沢家のカレーご紹介していきたいと思います。今こうやってね、お料理の動画やっておりますけども、なんやかんやで思い返せば、小学校のね4年生ぐらいから僕お家でねカレー作ってたんですよね。カレー岐阜県はねカレーって言いますけどね。というわけで、結構ねお家ごとにこだわりってあると思いますけども、本日は大沢家のこだわり、ぜひご覧いただきたいと思います。それでは早速いってみましょう。それではね、お野菜から切っていきましょう。じゃがいも、人参、玉ねぎってね、まあごくごく普通です。じゃあまずね、玉ねぎから切っていきましょう。どうせね崩れちゃいますので、大きさはね適当です。ちょっとちっちゃめかな。はい、今日はねこれ3リットル入ります 18cm の深鍋使っていくんですけども、切ったものはねすぐお鍋に。でね、玉ねぎ入ったらもう火をつけましょう。まだこれね玉ねぎしか入っておりませんけどもね、焦げないから大丈夫ですよ。人参はねちょんちょんちょんと乱切りです。はい、じゃあじゃがいもはね結構崩れちゃいやすいので、おっきめでいいです。1個4分の1ぐらいかな。それでは炒めながらやってましたけど、お鍋ねまだ焦げてませんのでセーフです。じゃあここにお水入れていくんですけども、たっぷりは入れません。 200ml か 300ml ぐらい。そしたらね、火加減は中火に戻しましょう。これ前ね、お味噌汁のところでもご紹介しましたけども、最初からあんまりたっぷりお水入れてしまいますと、野菜のね甘みが全部水の中に溶け出ちゃうんですよね。そうするとスープは美味しいんだけど、具は抜け殻みたいになっちゃいますんで、まずこうやって少ないお水で柔らかくして、そこから水を足していくとめっちゃ美味しくなります。はい、それじゃあね、お水もちょっとなので結構早いタイミングで沸騰してきます。そしたら火を中火のままじゃなくて弱くして、ここからねじっくりコトコトいきましょう。これ本当にね、スープも透明でアクとか一切出ませんからね、お野菜の旨味がお野菜の中に詰まってます。でね、コンソメとかこの中に入れて炊いてもね、カレーすごい美味しくなるんですけども、今日はそれせずにこのまま弱火でコトコトいきますね。目安はね20分ぐらいかな。はい、それじゃあ20分炊きました。ちょっと中見てみましょう。さあ、わかりますかね、これ見えるかな。このね、天然のコンソメスープのようなこの美味しそうなお汁、弱火でねじっくりコトコトやったので、じゃがいもも全然煮崩れしてませんよ。じゃあね、これじゃあ水分全然なので、ここでちょっとお水足します。そしてお肉、お肉ね、牛肉でも豚肉でも何肉でも構いませんよ。なんかね、気合が入った時はお母さん牛すじとか炊いてくれてましたね。じゃあね、ルーも入れていきますね。我が家はね結構このジャワカレー使う時が多かったですね。まあね、カレールーそんなにこだわりませんので何でもいいです。じゃあね、これ中火にしてもう少し煮込んでおきましょう。はい、それじゃあ沸騰してきました。ちょっと中見てみましょう。あ、いいですね、とっても美味しそう。じゃあこっからねちょっとお味付けです。カレーのこだわりって言ったらやっぱりスパイスですよね。僕はね結構この3つを多用してましたね。特にこのガラムマサラ、なんか何入ってるか分かんないですけど、とにかくインドっぽい感じがしましてね、昔から好きでした。でクミンもねかなりカレーの味を良くしてくれますのでおすすめです。でこのチリパウダー、今回ねチリパウダーっていう名前でしたけど、昔カイエンヌペッパーだったかな、そういう名前で、まあいろいろね名前違うんですけども、要は辛味です。これをねもう好きなだけ入れましょう。はい、クミンもチリパウダーもね思いっきり入れて、さあ小鍋にねかなり入りましたよ。でね、これでかなりねお味が辛めに寄ったので、今度はねこの反対側、じゃん、蜂蜜をね入れていきます。これでね甘さと辛さのバランスはうまく取れましたので、今度は色、茶色いカレーにね牛乳を入れていきます。そうするとね、見ててくださいね。さあ、一気にねちょっと白っぽくなってきましたよ。これじゃあなんかねカレーっていう感じがしないので、今度はソース、白かったものをね黒く戻します。このソースを入れるとね、まあ大体のものは美味しくなりますよね。さあ、これでどうでしょうかね、最初の頃のカレーの色に戻りましたね。でこれだけではね、甘いと辛いが分裂してて、白いと黒いが分裂してますんで、なんかまだね統一感のないお味になっちゃいますから、こっからね蓋をして弱火で10分間コトコト煮込んでいってください。
そうするとね、いろんなお味がこう複雑に絡み合いまして、めっちゃ美味しくなりますからね。さあ、じゃあちょっと中開けてみましょう。じゃーん。いやー、美味しそうにできましたね。うん、OKOK。ちょっと味見てみましょう。あ、もうちょっと辛くてもいいけどね、これで十分美味しいです。今日もめちゃくちゃ美味しそうです。じゃあ早速いただきます。うん、もうね、熱くて辛いけど美味しいです。カレーってね、すごいいいですよね。一回作っといたら次の日もその次の日も使えますし、まあね、次の日ぐらいは同じカレーでいいんですけども、3日目とかになりますとね、だしで伸ばしてカレーうどんなんかにするとね、またちょっと別の一品になりますので、もうそれはそれでね、ありだと思います。今回はね、もともとのカレーに牛乳とソースと蜂蜜とどん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 プラスアルファしてますんで、カロリー的にはね、結構ハイカロリーです。ね、カレー食べるときってそういうのあんまり意識しないじゃないですか。なので細かいことはなしにして、思いっきりこの美味しさをね、堪能しようじゃありませんか。で、こういうね、お家のお味っていうのが結構ね、お子さんたちの当たり前になってきて、大きくなったときもね、その味が恋しくなったりしますので、やっぱり食べ物の味をね、覚えておいていただくっていうのは非常に大事なことだと思います。そういう風にしてね、なんか文化がこう受け継がれていくっていうのもすごくいいことだと思いますし、これはやっぱりね、食事じゃなきゃできないことだと思いますので、将来にわたることを今やってるんだっていう気持ちでね、今日も心を込めてお料理していきましょう。じゃあ今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。